さんからです。スヒョンさんへ、バレンタインに彼女にしてほしいことは何ですかということです。おお、バレンタイン、バレンタイン彼女にしてほしいことを、あ、ちょっと甘く、甘くチョコレート、チョコレートキスをしたらいいんじゃないですか。わーかわいい、かわいらしい。バレンタインだと思って最高にロマンチックな告白をしてください。おー、いきなり無茶ぶりですね、うん、告白してくださいって言われてすぐできますか、スヒョンさん。これ告白ですか。はい、うん、はい、あ、今、はい、ぜひお願いします。じゃあこのカメラこれなので、お願いします。あ、バレンタインの時ですね。バレンタイン、はい、チョコレートキスやろ。なんだろう、何を言ってもキャーって言われるのがすさす。そう、2016年は、ハッピーニューイヤーはどうやって過ごしたんですか、その瞬間。2016年になった時、うん、何してたんですか。あ、うん、PV 撮影だったんですよ。あ、忙しい、うん、ちょっと PV 撮影して、僕家族と一緒に行って、はい、カウントダウンやって、すぐ寝ます。すぐ寝たんですね。明けましておめでとうございます、うん、はい、じゃあおやすみなさい。大事です、睡眠大事、大事大事、寝るの大事ですから、まあ、たくさん質問あるんですけれども、本当に今日寒い中こんなにたくさんの方が集まってくださっているので、うんうん、まあ、もちろんの放送もたくさんの方が見てくださっているので、ちょっと両方にね、ちょっとサービスショットとか、なんかこう嬉しい、なんかこう可愛らしい愛嬌があるポーズとかね、うん、ちょっとしてほしいなって。あ、今ですか。今です。あ、はい。何の意味。じゃあ最初は、じゃあかわいいポーズ、じゃあ最初は皆さんに対してちょっと、はい、みんながドキドキするポーズ。かわいいポーズ。え、どっちが好き、イケメンがいい、かわいいポーズがいい、どっち。かわいい、かわいい方がいい。じゃあかわいいポーズ。うざい。いや、もうね、もうね、これキスミー的なね、ちょっともうね、キスミー的な感じの、はい、もう、おーみたいな。すいません、無茶ぶりになりますけども。一回お願いします、はい、お願いします。僕たちグループの中でケビンさんっていう、はい、人間がいるんですけど、はい、ケビンみたいにちょっと頑張りますね、はい、お願いします。恥ずかしがっちゃって。あー、せーの。あー、もう、あまりこの…みんな、汚くてごめんね。いや、もう、ベリーナイス、ベリーナイス。もう、嬉しいよね、嬉しい。もう、会場の皆さんも顔真っ赤にして、もう素晴らしい、ね、いいもん見せていただきましたね、皆さんね。ね、じゃあ次はカメラに向かってお願いしていいですか。カメラは平気です。あ、ですか、はい、でもね、ここにたくさんの人見てるからね。見えないから。はい、いきます。じゃあ せーのどうぞ。あー、わー、これはあれですね、会場にいる皆さん、お家に帰ってタイムシフトっていう機能がありますので、もう一回これ放送で見ることできますんで、チェックチェック、はい、ぜひよろしくお願いします。いやー、すっごい可愛らしい。恥ずかしいですか、やっぱり。あ、僕、あんまり好きじゃない。いや、すいません、本当、惜しいです。あ、でも、まあ、いいですよ。いや、いいですね。バレンタイン、乙女心、理解のチェック。さあ、じゃあ、かみちゃんからね、説明お願いします。はい、今からスヒョンさんにはバレンタインの乙女心をチェックいたします、うん、これからバレンタインにまつわる女性側の質問に答えていただきます。ユーザーの皆さんにも同じアンケートで答えてもらい、スヒョンさんと一番多いユーザーの答えが同じなら OK です。で、3問中2問正解すれば告知ができます。正解できなければ罰ゲームもあります。あ、告知ができないということですね、はい、そうです。そう、だからね、まあ、男性も見てると思うので、その男性は女性の気持ちになって当ててくださいね。うん、みんなはどれを選ぶのか当ててください。あ、はい、そう、はい、そうそうそう。じゃあ早速いきますか。はい、行きましょう。では、1問目いきましょう、はい、1問目こちら、うん、大好きな人にチョコを渡すならどこ。家の前、家の中。いや、家の前、家の前。あ、家の前ですね、はい、家の前。あ、家だったらいいのに。2、はい、バイバイするとき別れ際。あ、はい、3、机の中にそっと入れる。4、送る、郵便で送る。あ、3番は何ですか。3番はですね、学校とかの机の中にスッと、人の会社とかの、あ、牛乳入る、その、あ、スッと入れたロッカー、ロッカー、ロッカー、ロッカーとかね、うん、はい、
さあ1234、みんなはどれを選ぶと思いますか、スヒョンさん。あ、やっぱり、ね、スヒョンさんだったらどれがいいですか、どれが嬉しいですか。僕、はい、あ、スヒョンさん、そちらのホワイトボードにちょっと番号をね書いてもらって。1、家の前、はい、2、うん、バイバイするとき、3、デスクの中、4、送る、はいはい、どれだと思いますか。みんなが選ぶのはどれですか、うん、今書きますか。書いてください、うんうん、どれでも大丈夫です。まあ、女の子が一番喜ぶシチュエーションね、はい、うん、シチュエーション、はい、うん、本命だからな、うん、じゃあ、まずですね、皆さんのアンケートの結果見ていきたいと思います。はい、あ、でもアンケートの結果より先にスヒョンさんのやつ見た方がいいかな、うん、どうしようかな。多分スヒョンさんの見たらみんなクリックまだ押してない人いますから、押しちゃうもんな、押しちゃうもんな今。いい作戦だよ、じゃあ先にじゃあそうですね、うん、先にじゃあスヒョンさんの答え見ていきたいと思います、うん、スヒョンさんはこれを書きました。お願いします。はい、バン、1、あ、うん、家の前でチョコを渡す。やっぱり家の前でチョコをあげて、うん、一緒に家にいいんじゃないですか。すごい素晴らしい、うん、僕これはドキドキする、確かに、うん、ドキドキする、はい、うん、じゃあみんなは一体何を選んだんでしょうか。じゃあ結果見ていきたいと思います。結果、1、2、3、こちら。おー、残念、別れ際がバイバイする時が、なるほど、バイバイする時、あげてバイバイ、なんであげてバイバイするの、あげて一緒に、なんでだろう、なんでかな、なんだろう、おい、バイバイしてる時、恥ずかしいかな、もしかして。どうして、いやもうバイバイしたくないんですけどね、したくないですよ、確かに。ドキドキしちゃうんですね、きっとね、耐えられない。じゃあまだあと2問ありますので、あ、こんな形、こんな形、こんな形、練習です、次練習です。あ、じゃあ続いて2問目いきます、はい、2問目こちら。もうこれ外したらあとないです、うん、本命チョコ、うん、どんなものがいい、うん、手作りのチョコ、おちょっと高いいい値段がするチョコ、うん、はい、3、もっと高い、もっと高い高級チョコ、あ、高級プレミアチョコ、うん、さあどれ、1、2、3、1、手作り、好きな女の子からだからね。あ、僕がもらうのはどれがいいかっていう、女の子が、女の子があげたい、あ、女の子が、まあ、スヒョンさんにあげたいと思ってるのはどれかってことです。あ、うん、高いね、みんなあげたいよね。お、なんで数字、え、これでしょ、もう前回これだって、これじゃないですよ、これでしょ。じゃあもう番号書いてください、うん、やっぱりこれね。おー、どうかな。じゃあね、あのアンケート行く前にスヒョンさんの答え見てみようか。そう、そう、まずね、はい、はい、じゃあ答えお願いします。の、いや、1、手作りチョコ。そうでしょ、そうだよ、うん、はい、ちょっとちっちゃく3だじゃあどっちかな、答え見てみましょうか。はい、はい、結果お願いします。じゃあ何が飛び出すのかな。お、見事。あ、何ですか。あ、なんでもないです。いや、正解。まあ、やっぱり手作りチョコレ、うん、チョコがいいんじゃないですか。いいですよね、思いを伝えるにはね、うん、はい、素晴らしい。さあ、次が最後の問題になります、はい、最後、いきましょう。こちら、チョコを渡す時の一言、メッセージは、うん、はい、他とは違うからね。2、初めて作ったからちょっと心配。あ、3、すごい美味しいと思う。あ、4、別に本命じゃないからね。え、じゃあこれ難しくないですか。難しい、これはもうすいません、難しい。4番かっこいいなあ、クールじゃないですか。クール、クール、確かにクール。なるほど、4番かっこいい。なるほどね、ちょっとツンデレが好きなのかな。まあ、スヒョンさんは4番かっこいいかもしれないですけど、みんながどう思ってるかですから、みんなの気持ちですから、ね、問題なので、ね、女性の気持ちね。さあどれかな。あ、でもすごく難しい、これ難しい、すごく難しい、これ難しいですよ。え、ちょっとみんなどう思ってるのかすごい気になる。あ、4、4、あ、1、でも1番は何、 1? 他の人、あ、あの1、他とは違うからね。2、初めて作ったからちょっと心配。3、すごい美味しいと思う。4、別に本命じゃないからね。いやいや、いやいやいや、待って、4だったら気持ち伝わんないじゃん。どうですか、スヒョンさん。4番かっこいいね。だいぶお気に入り。
はい、チョコレートだよ、うん、別に本命じゃないから、別に本命じゃないから、男らしい、なるほどね、でちょっと、いやもう書いてください、書いて、はい、好きに書いてください。おー、4番かっこいいですね。でも女心ですからね。でもねえ、はい、OK ですか。じゃあ、はい、まず、うん、スヒョンさんの答え見てみましょう、うん、お願いします。やっぱり4番かっこいいけど2番。おお、そうだよ2番だよ、2番、うん、さあ果たしてみんなが4番押してしまったのかどうかね、ちょっと、そっか、気になりますけども、はい、ではアンケート結果どうですか。おお、見事やばい、お見事正解、いやすごい、大正解、すごいすごい、4番 15.5% かけないけど、すいません、うん、みんな、あ、スヒョンさんが4だったらって押しちゃった方が多いですよ、うん、いやすごい、ということで3問中2問正解、告知できます。